さん、こんにちは。ですね、これ、塗装前のものなんですけれども、レイブットさんの D12 ミニという軽トラの、ラジコンです。これを前回は塗装してウェザリングまでをやるという動画をお届けしたんですけれども、これは未塗装なんですよ。で、これを使って、ジオラマを作りたいと思います。で、その材料としましては、これ小島の自宅で大体のサイズに切ってきました、スタイロフォームという、住宅のね、壁の中に入れる断熱材ですね。これがすごく、軽くて削りやすくて、ね、もうすげえ軽い材料なんですよ。発泡スチロールももうちょっと硬い感じかな、しっかりした感じかな。なのでカッターナイフとかで、削りやすいので、これを使って地形を作って、その上に最終的にウェザリングをした D12 ミニを載せるというディスプレイモデルを作りたいと思います。今これ表面が真っ平らな状態です。平地だと、まあ平地に置いても別にいいんだけど、ちょっと面白みに欠けるので、できればこうとかこうとかこう、こう横転するはないんだけど、ちょっとこう角度があるとかいう林道とかを、ね、走ってるような、そういう地形にまず加工していきたいと思っていますので、動画を見ながら皆さんも真似していただければいいんじゃないでしょうか。で、まずこのスタイロフォーム、今だいたいこう1辺が25センチ四方ぐらいの四角に切ってきました。で、この D12 ミニが22センチぐらいあるんですね。で、ジオラマで一番面白くないのは、こう真ん中にポンと置いちゃう、こう平行にすると、まあ正面横っていうのが確かにこの面に対して正体に置かれるんですけれども、それってちょっと絵として変化が少ないんですよ。なので僕の場合は基本的にどうにかこう振る、角度を振る、でかつ立体物なので、上ってんのか下ってんのかは分かんないんですけど、車も角度をつけることによって躍動感があるような、そういう置き方をまず目指したいと思います。で、まず第一歩としましては、そうですね、大体これぐらいかな、30度ないぐらいの角度に大体置いて、おおよそ林道みたいなもんなので、大雑把に書いたこの辺りが、林道で、ここはちょっと一段高くなったような、そんな感じにしたいと思います。で、高くなったっつったって、これね、今50ミリのものを2枚貼り合わせているので、都合100ミリ、いわゆる10センチあるので、この高いとこそのままでこういう風に低いところを削っていくような作業をしたい。で、正面をこちら、だから画面の奥から手前へ走ってくる感じですね。で、これね、お芝居とか映画とかの世界では、進行方向、物語が進む方向っていうのは左向きなんですよ、実は。これ宇宙戦艦ヤマトってイスカンダル行くときは左向き、地球へ帰るときは右向きなんですよね、絶対。お芝居とかでも結構こういう向き感、要は未来に向かってるのが左向きっていうのが、定説というかセオリーになることが多いので、まあ、今回はちょっとその向きを尊重しておきたいと思います。で、次はもうこれは好みというか決めの問題で、坂道を登っているのか下っているのか、どっちがいいですか。ちょっと登っていく方で、はい、というわけで、下っていくということは坂道の傾斜としてはこういうことです。
これ緩やかではありますけど、これぐらいの角度で登っていって左側の方が進行方向ということが今過去の結果決定いたしましたので、そのように作業をしたいと思います。じゃあまずスタイルフォームを大雑把に削ります。まあ、ノコギリとか、まあ、こういうカッターナイフとか、もう切れるもんでもいいです。ただ、ちょっと今回、昔、あの小島の自宅訪問の時にちらっと登場したこのニクロムカッターですね。これ使って削っていく作業をしたいと思います。じゃあ、削っていきます。こうですね。で、位置としては。まず一番削り土台のあるこっちの角から。さあ、小島さん、まっすぐ切れるもんじゃないんですかって思いかもしれませんけど、これわざとニクロム線をね、ぐにゅぐにゅに曲げていってます。まっすぐ切っちゃうと舗装道路みたいになっちゃうんで、あえてこういう湾曲したグズグズの状態のものにしています。後々それが岩肌の表現とかに、ああなるほど、その方が向いてるよねってお分かりになるように仕上げたいなと今では思っています。今こう1回の分炊き取ってる量って結構大きいです。作業が進んでくるとだんだん細かい感じ、あるいはカッターナイフ使ったり併用したりとかしながら、要は地面に見えるように作る、ね、まだ全然地面には見えません。大きな起伏を整えます。で、最初に引いたこのサインペンの線はあくまで基準なので、ここに必ず霜沿ってなくてもいいです。二舗装の林道っていうイメージで作っていくので、道幅なんて一定である必要全然ないですし、今仮にちょっとまだ途中ではあるんですけど置いてみました。坂道登ってるっていうイメージでいくと、若干こいつがたくましいようなそういうイメージも想起するので、とてもいい選択だったんです。はい、結構ミクロムカッターだとデコボコしてたところも、最後カッターで、そうですね、今こういう細刃のカッターを使って若干こうやって削ぐような形をして道のある程度の平滑さを出しました。次、大体の地形がこれでできましたよ。で、次ここ土手じゃないですか。かといってここの上が真っ平らってちょっとおかしい話なので、ここもちょっと今からこうやって雰囲気を作っていく。雰囲気っていうのは、なんていうのかな、護岸工事みたいなものをきっちりやってるようなもんじゃなくて、ここから土手的なちょっと斜面につながるぜみたいな、でかつ地形的にも多少凹凸がありますみたいな、でなんかね、ええ畜生めみたいな、嫌なことがあったらそれを思い出しながらぶつけてください。そういう感じのテンションで全然いいと思います。まあ、勢い余って手傷つかないようにやっぱり安全手袋は皆さんぜひ、はい、これがね強くおすすめします。はい、プロの小島大隊長でも
切ってしまうということなので、はい、何回かに1回は結構流血沙汰になることがあるのでどうですか、さっきよりもちょっと原生林的な、ね、起伏にどんどんなってきました、うん、不自然な平らな感じが、うん、なくなってきましたね。そうですね、要は直線なものをなくしてやることによって自然に見えるっていうのが一つあります。で、さらにニクロムカッターとかこういうカッターナイフを使うと、カッターナイフのここが平面なので削ぎ切りをしたとはいえこれ綺麗なんですよね、断面。まあ、綺麗な方が切れ味がいいと人間は感じるんですけど、それを今からいじめていきます。はい、いじめていく、いじめていく、これが真鍮ブラシ、ヤスリとかをね、もう目に入ったゴミとかを掃除するためのものです。真鍮ブラシ、これを使ってこうやって帰ってくるって。こうやってね、もろもろになるぐらいで全然 OK。 だいぶボロボロに、だいぶやらかしました。これ何かっていうと表情付けです。まあ後でその上に石膏とか砂のパウダーとか乗せるんですけど、まず第一段階、荒れ地を作る。これもスケールによって粗さ細かさっていうのが多少調整してください。今回は16分の1というスケールなので結構派手になります。で、どうですか、だいぶ派手ですね。だいぶ派手になったでしょ。で、私の格好も取っていただけますか。はい、破片がこんな感じになります。はい、なので汚れてもいい格好でやってください。で、次に、これがですね、エンボスヒーターです。ドライヤーよりちょっと、高い温度の温風が出るんです。で、ここまでもろもろにしたやつをこれで表面を炙っていきます。さあ、いきますよ。この時にカスもこうやって吹き飛ばせます。この辺で分かるかな。それとスタイロフォームって軽いですよね、最初に言いましたけど、なぜ軽いかというと表面というか中に空気の泡があるんですよ。で、それをこう溶かすことによって焼き固めるっていう作用。さあ、どうですか、こんな感じになります。で、ちょっとこういうところにカッターの刃が入った跡があるので、そういうところもう一回削いじゃって、人為的な痕跡をできるだけこの段階では潰しておく。まあでも大丈夫ですよ、後で砂とか草のパウダー巻くから分かんなくなっちゃう。はい、こんな感じでどうですか。で、これでもう一回本当に見ましょう。ではですね、これで大体地形の起伏が削り終わりました。で、ジオラマって結構こう周りに木枠があるじゃないですか。で、今日こちらに木枠をご用意しておりま
で、あらかじめこのスタイルフォームにがぴったり入るようなサイズで、昨日家で作ってきました。ハマりました。そうすると当然削ったんで、スタイルより木枠の方が高さ高くなった。で、鉛筆でこうやってこの境界線を、地球の境界線の高さ、こうやって当たり取っちゃいます。で、どうするかというと、この当たりより高いところを糸のこで切っちゃう。そうすると仕上がった時には地形にぴったりなこのチョークができちゃうということなので、あらかじめこの段階で当たりを取っちゃいます。で、向きが分かってもらえないので、ここが印を、そうすると冒頭みたいな、あれはどっちだっけみたいなことが起きる。印をつけておくとすごくいいよということで、この段階ではまだこの上に、芝を打ったりとか土を撒いたりとかするので、一旦これは当たりを取りましたということで外します。さあ、ちょっと肉体労働します。ちなみに今回使っているこの木枠は、ホームセンターで買ったパルカタという修正材です。厚みが6ミリ、幅が120ミリ、結構スカスカなので切りやすい、そんなに目が詰まった材料ではないので、こういう糸のこで加工しやすいので今回選びました。喋りながら休憩します。木枠がこんな感じにはまりました。正面がこちらになりますね。で、この上に石膏とか草のパウダーとかをまとめて、実際地面はもうちょっとだけ高くなります。そしたら今小口を120番のペーパーかけて、毛羽立ちも取りました。汗だくです。次、この木枠今白木の状態なんで、ちょっと色つけたいので、このウォールナット色のジェルカラーニスというものを使って塗っていきます。本当はウエスって言ってボロ布とかで塗るもんなんですけども、もう今回はペーパータオル的なものでやっちゃいます。攻められれば何でもいいです。別に何色じゃないといけないとかも特に、条例で定められているわけでもなく、最近なんかだったらミルキーカラーとかね、アンティークの家具とかにありそうな色、原色でも薄い青とか、そういうので塗っちゃってても全然僕はいいと思います。要はこれジオラマベースに対して額縁みたいなものなので、その役割を果たして下界との境界線を描ければ何だって構いません。で、その時の注意は、ちょっとだけ上だけでいいんで内側も塗っといてください。はめたスタイルの隙間からチラッと見えたりするんで。
ですね、先ほどエンボスヒーターで結構表面軽く厚くて、地面の形状を出したスタイルフォーム、この上にですね、いよいよ地面に見えるような造作を、作業をしていきます。で、材料は僕がいつも使っているのはこれトミックスっていう鉄道模型メーカーが出しているシーナリープラスター、いわゆる石膏ですね、石膏を使います。これは粉状のものなんですけれども、水を加えて塗ることによって固まるというものです。こんなものですね。で、このように紙コップに入れます。このぐらいの面積だったらこんなもんかな。で、ご覧の通りこういう薄い灰色なので、このまま塗っちゃうと当然この色になりますよ。だもんで私はいつも、こういう、これ100円ショップですね、ダイソーさんの水性塗料、もう黒とかブラウンとかそういうおよそ地面になりそうな色を適宜混入させて使います。これちょっと上から紙コップ。これね、ほんと適当です。ただ、大体からして、この時できた色よりも乾くとちょっと薄くなるっていうのだけ、経験上ご理解いただければ。はい。このぐらいでいいでしょう。で、これを水で溶いて塗るんですけれども、木工用ボンド、これを適量、これは何かっていうと食いつきが良くなるのと、石膏ってパリンって割れやすいじゃないですか。それに対して木棒を入れることでちょっと性質上粘りを持たせる、だから割れにくくするっていうために混入させていきます。さあ、で材料を混ぜます。じゃあここに、お水、適量です。適量ですっていうのは塗りやすい硬さになるまで、足りなければ石膏をもう一回足してください。そうするとよっ、はい、できましたよと。はい、じゃあこれ塗っていきます。こんな感じで、こうね、叩きつける感じ。なぜかっていうと、この穴っていうか起伏の中にちゃんと充填したいので、なすりつけるというよりは叩く。こう塗るというよりかは空洞のところに入れていくような、入れて、うん、押し付けるような、そういうイメージでハケとかヘラを動かすといいと思います。はい、こんな感じ。あっという間に地面ができましたよと。はい、ほんでね、こっからっすよ。はい、こっからっすよ、人生は。これ、砂のパウダー、これちょっと特注で作ってもらったの。本当はこういうラベルがついてます。モーリンっていう会社が出している鉄道模型用の砂のパウダーと、これ芝のパウダー、今回他にも使うんですけど、まず下塗りとしてこの2つ使います。で、これはまずスタイロの色を隠すための石膏層です。で、次にその上に砂地の下地としてこいつを巻いていきます。こんな感じ。あんまり厚く塗るとまた剥がれちゃうんですけど、今
石膏が濡れているので、濡れているところにこう巻く感じです。あとでまだ接着剤がありますので、今はふわっと乗せるだけでいいです。で、こういう垂直なところはすごく原始的なんですけど、こんな感じで出してやってみます。で、これ、山道の未舗装路がここじゃないですか、はい、ということは、こっちっていうのは原生林的なものであるという理解でいくと、これはちょっと植物成分が多いんじゃないか、要は踏まれてないっていう、ね、なのでグリーンの葉を重点的に、それと多分こっちの角って道の端じゃねっていう理解でいくと、こっちに多少はこういうところにも自然の植物というのはたくましいねとか思いながら巻いてみましょう。今回いろいろ持ってきました。地面を混ぜれば混ぜるほどコクが出るので、角っていうのかな、隅っこには当然こういう暗い系のもの、へこんでるところに暗いもの、さっきのフェザリングと同じですね。筒だけじゃなくて、ちょっと繊維質みたいな、これおがくずみたいな、あ、はいはいはい、これがなんていうのかな、あの枯れ草みたいな効果があります。じゃあ今粒っていうか粉的なものを巻きましたので、今度はちょっと立体感を今からつけていきます。これスポンジで作られた、ものですね。あの植栽系です。で、濃いのと薄いのがあって、濃いの先に巻きます。これが影のやつです。巻き方も本当に適当、巻き方って言ったってこうやってもうちぎっておくだけ、ちぎっておくだけ、ちぎっておくだけ。で、濃いものを巻いたら、その上にこの薄い方の色、これがこう光当たってるところとおぼしき上の方とか端っこの方とかにちょい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 置いていきます。これ今皆さん、どっからどう見てもスポンジじゃんっていう感じなんですけど、この上からまだ粉とか振りかけますので、今はボリュームを出しているというふうにご理解ください。で、こいつらこう置きましたよ。で、これね、木工用ボンドを水で薄めて、なおかつ浸透が良くなるように石鹸水、これね、100円ショップで売っているこういう、ナチュラルモスマット、あの芝パウダー、あ、芝マットみたいな、これもちょっとちぎって使いましょう。
こでだいぶね立体感みたいなのが出てくるんですよね。で今粒系が多かったんですが、今度ちょっと繊維系、繊維系明るい色、さあどうですよ。いや一気に草木が芽生えて春の訪れを感じるような、これもぜひちょっとこのビフォーアフターの画像を見ていただいて、うん、はい、この違いは一目瞭然だと思います。やればやるほどね、やっぱあの緑の中でもいろんな濃いところから薄いところからいろんな階調が出てきます。で最後ちょっと、16分の1ということで枯れ草テクスチャー、枯葉かな、落ち葉をちょっとだけ、このこういう上から撒いた粉物っていうのは最後ね、それこそエアブラシでエアだけ出してピャッて吹き飛ばしてください。固着されていないものはその時点でも飛ばしてしまった方が後々安全です。うわ、くっついてなかったとかいうのはないので、もう固着しなかったものは潔く飛ばして、そうしまって良いと、良いです、よくございます。はい、こんなもんじゃないですか。はい、ということで本当ベースとなる地面が、うん、第1階層みたいなところですね。はい、まあ、これで一応完了で良いのではないでしょうか。いやー、それにしてもすごい、2日目にどうなるのかっていうのが楽しみですね。あんま変わんなかったらごめんね。